はなってないです。なってないです。明かりが消えてたの確か一回あったような気がする。扉もおかしくないですね。あってないです。しばかれじゃん。気になってて。なに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 。ロッカーがだんだん横に伸びて、嘘。嘘。気づけなかったな。あ、なんじゃ。ロッカーがだんだん横に。嘘でしょ。黒いの何なの。最後どうすればいいんだ。上に行けばいいの。なんか扉なんか箱になってこれ初めて見た。あ、ロッカー向きが変わってる。ああ、一個消えてます。動いてないよね。わからん。あのメッセージが変わること自体が異変なのか、霊界はないって言ってるからな。なんだろうな。霊界は存在しませんって。ここで言ってるにもかかわらず霊界は存在しますっていうあのメッセージは何なんでしょう。あっちも縮んでないっすよ。そうおかしくない。おかしくない。おかしくない。朝がなんか変わってるのもない。ないよ。ないよ。がでかくなってるとかある？動いてない。
窓のバーの位置が違ってた。おう。見せていただけると、ね、書いていただけると確かに分かり、ああ、これは明らかにちっちゃいから。これは明らかにちっちゃい。窓のバー置いといて、ここら、あ、窓のバーってこれか。これね。こんなんついてたっけ？消火器がちっちゃくなった。ああ、悔しすぎる。悔しいわ。ゼロになってからの解き方を知りたいよ。壁の汚れか。柱。俺のバーの位置が違ったらしい。3階。あ、違うわ。え？蛍光灯がだんだん大きくなって、嘘。うっそー。一回じゃあ、なんか動いてない。ここずーっとじーっと見なきゃダメか。分かった人いる？これ。蛍光灯変わってた？会はさすがにないでしょう。まあないですね。はい。あの黒いのが出てから、これが出てからが、ああ、これがこんだけちっちゃくなってんだ。これに気づけなかったんだ俺。消火栓ちっちゃくなってんだ。こんなちっちゃくなってる。これに気づけないって。ことは結局やっぱりゲーム自体がバグってたわけではなく、このなんか暗闇に入ってからが本番っていうか、普通にちょっとゲーム内の延長みたいな。ああ、消火器がどうだったんだな。前回それの意味が分かってなかった。完全にバグってしまったと。操作が実際バグってた。それ以外もおかしくなってる。そんなことはなかった。ちゃんと戻ってきた。消火栓チカチカしてる。そんなことはない。違わないよね。伸びてるこれ。ああ、ハッチの数が多いわ。